森石亀属は、カメモクヌマガメ科に属する属。模式種は、森石亀。アメリカ合衆国北東部、カナダ南東部固有種最大種は、森石亀で、最大高長 23.4cm。最小種は、ミューレンバーグ石亀で、最大高長 11.5cm と、本属のみならずヌマガメ科最小種。メスよりもオスの方が大型になる。 高甲板は、廃坑の最前部よりも後方に位置する。成長林は明瞭で、特に森石亀では顕著である。俗名グリュープテミウスは、彫刻された亀の井で、森石亀の甲板に入る明瞭な成長林や、放射状に入るシワに由来する。C 寒板にはあまり発達しない筋状の盛り上がりがある。復興は、大型かやや大型で、小都外がない。 粉炭はあまり突出せず、上顎の先端は凹む。四肢は頑丈か、やや頑丈で、孔子の水かきは、第二から四肢の爪木部まで発達しない。尾は、長いかやや長い。オスは、復興の中央部より後方が浅く凹む。また、尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総配出口全体が、廃校の外縁よりも外側にある。 メスは、復興の中央部より後方がへこまないか、わずかに盛り上がる。また、尾が、より細くて短く、尾をまっすぐに伸ばしても、相排泄口の一部が、廃校の外縁よりも内側にある。以前は、アメリカイシガメ属に含まれていた。しかし、形態やミトコンドリアの首都クロムビーやリボソーム、RNA などの分子系統学的解析から、森イシガメと、 ミューレンバーグイシガメが、それぞれ、単形統群を形成すると推定され、さらにこの単形統群が、アメリカイシガメ族の模式種である希望シイイシガメとは、禁煙ではないと推定された。そのために種で独立した族を構成する説が、有力である。湿原、沼地、草原などに生息する。反陸生もしくは、反水生で、 陸上でも活動するが地域にもよるものの主に水場周辺で活動する。中高生で夜間は陸上に空いた穴などで休む。日光浴を好む。冬季になると水中などで冬眠する。食性は雑食で、昆虫、両生類の幼生、貝類、ミミズ、動物の死骸、果実、水生植物、藻類などを食べる。繁殖形態は乱生。 水中で交尾し、メスは繁殖期に複数のオスと交尾を行うこともある。繁殖期には5から7月に1回に1から20個の卵を年に1回だけ産む。開発による生息地の破壊、水質汚染、ペット用の採集などにより生息数は減少している。生息地では法的に採集が規制されているが密漁されることもある。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。生息地では、採集が厳しく規制されているため、規制される以前に流通した個体に由来する、飼育か繁殖個体が流通する。ミューレンバーグイシガメは、輸入例がほぼなく、ワシントン条約付属書愛類に掲載され、国際的な小取引が禁止され。 またアメリカ合衆国内での飼育か繁殖個体の流通も厳しく制限されている。森石亀はもともと輸入量が少なかったが、ワシントン条約に掲載されてから流通量はさらに激減した。現在はアメリカ合衆国からの輸出がほぼ停止しているため、ヨーロッパや日本国内での飼育か繁殖個体が少数流通する。ありがとうございます。